まず923番です。フロア、フロア。発音に注意ですね。よくフロアっていう風に言うんですけども、フロアっていう風に読みます。床とか階という意味があります。Sit on the floor だと床の上に座る。First floor だと1階。Second floor だと2階になります。で、これはアメリカではこのように数えるんですけども、イギリスでは1階をグラウンドフロアっていうふうに言って、2階をファーストフロア、3階をセカンドフロアというふうに言います。国によって考え方が違うので、イギリスと、アメリカでは何階って言われた時に気をつけないといけないということになります。はい、では次に行きます。924番、ゲート。ゲート。よくカタカナでゲートって伸ばして言うんですけども、発音はゲートが正しい発音になります。門とか出入り口とか搭乗口のような意味があって、両開きの門は、つまり2つ門があるってことなので、ゲイツというふうになります。Our school gate だと私たちの学校の門とか校門。A main gate だと正門。A back gate だと裏門になります。で、このメインという単語は主なとか主要なという意味なんですけども、英単語帳の1117番のチーフという単語のところに説明がありますので、ぜひそちらの方も見てください。Go through the gate だと門をくぐり抜けるという意味になります。925番、メールボックス。メールボックス。発音に注意ですね。メールではなくてメイルというふうに読みます。郵便ポストとか郵便受けという意味で、イギリス英語ではポストボックスとかレターボックスというふうに言います。926番、ガラージ。ガラージ。発音に注意ですね。で、日本語だとガレージっていうふうに言うんですけども、ガラージと読むのが正しい発音になります。または車庫というふうに訳します。A house with a garage。車庫付きの家。ガラージセール。これは日本語でガレッジセールっていうふうに言ったりもするんですけども、不要になった家具、衣類などを自分の家のガレージや庭先などに並べて安く売ることという意味ですね。927番、ソファ、ソファ。発音に注意しましょう。ソファーではなくてソファ。意味はソファーまたは長い椅子。ソファーに座るっていう時には sit on a sofa というふうに言います。で、上に座るっていうような感じだと on なんですけども、肘掛けのある椅子などに座る時には in ですね。中にっていう感じの時には sit in ほにゃららっていうふうに言います。sit に関しては153番の方で説明しています。928番、thin、thin、薄いとか細い、あとは痩せたなどの意味があります。痩せたっていう意味の時には反対の単語が fat。これは太ったっていう意味ですね。痩せたという同意語が slim、あとは slender という単語があります。まずこの薄いとか細いという意味で、A thin magazine だと薄い雑誌。こう厚さが薄いっていうことですね。あとは下の英文ですね。He looked thin. 彼は痩せて見えました。で、この thin っていう単語は病的に痩せていることを表します。
でよくスマートって日本人が言うんですけども、スマートっていう単語は痩せているっていう意味はなくて、抜け目がないとか利口な、頭が良いなどの意味で使います。で、痩せているっていう意味ではスリムとかスレンダーを使うのが普通です。で、あとはこのクレバーというところですね、689番、これも頭が良いとか賢いっていう意味なんですけども、こちらの方も見てもらうといいと思います。はい。で、薄い細いの反対でシックという単語があるんですけども、これはこの次の単語で説明していきます。929番、 thick 厚い、あとは太い、液体霧などが濃い、密集したなどの意味があります。 a thick book っていうふうに言うと分厚い本、A thick forest だと深い森とか密林という意味になります。フォレストに関しては949番の方で説明しています。930番、 coat 発音に注意ですね。コートとか上着のことなんですけども、コートっていうふうにうを入れて発音します。ちなみにキャッチの過去形でこの単語コートというふうに発音します。こちらは伸ばす発音なので、このコートとこちらのコートは違う発音です。注意してください。で、このコートは上着全般を指すが、特に丈の長い上着のことで、ジャケット、これはこの次の単語で出てくるんですけども、コートの中で特に丈の短い上着のことになります。コートを使った例文。Put on your coat. あなたのコートを着なさい。Take off your coat. あなたのコートを脱ぎなさい。のようになります。Put on っていうのは身につける。Take off っていうのは脱ぐという意味になります。931番、ジャケット、アクセントは一番最初のところにあります。ジャケットとか、あとはジャンパー、本などのカバーのことを言います。ジャケットとコートの違いについては先ほどと同じです。例えば Show me your jacket っていうふうに言うと、あなたの上着を私に見せてという意味になります。で、ここの本などのカバーというところの意味についてなんですけども、カバーっていうふうに言うと、この単語は実は表紙のことなんですね。で、ジャケットという単語には表紙の上に用いる紙とかカバーの意味があります。なので、カバーって言ってるものが実はジャケットということで、ちょっと紛らわしいんですけども、そのような違いがあるので気をつけてください。はい、今回の最後の単語です。932番、スカート。このほにゃららの部分は小さい口で R っていうふうに読みます。意味はスカート。Wear a red skirt だと赤いスカートを履いている。この wear っていう単語ですね、これは身につけているという意味で、576番の方で説明しています。ぜひそちらの方も見ていただきたいと思います。はい、今回の単語は以上になります。今見てもらっているのが、今回の単語が収録してある210ページのプリントの画像です。こちらの画像を見たいときには、スライドショーの下の部分ですね。このようなところがあるんですけども、この画像か、この、プリントへのリンク部分、クリックしてもらうと、このようなページが開きます。これが画像ですね。
印刷したいときにはこの PDF ファイルっていうのを開いてもらうとこのようなファイルが開きます。下の方のこのプリンターのマークですね、ちょっと見づらいですけど、ここと、あと画面上で右クリックしてもらうと印刷っていうのが出てくると思うので、ぜひそちらから印刷して使ってみてください。はい、あとは最初の方に見てもらったこの右の方のこちらなんですけども、こちらをクリックすると先ほどと同じページにリンクが貼ってありますので、どちらからでもアクセスできるようになっています。こちらの方もぜひご利用ください。はい、今回の動画は以上です。ありがとうございました。